はい、皆さんこんにちは、まゆです。違うな、よし行こう。最初のパチンはいいから、まあスコア使って、でここから、はい、カット。いらっしゃいませ、まゆの動画へ。ちょっと今噛んじゃったからな。こういらっしゃいませっていうのがいいよね。いらっしゃいませってもうズバッという感じでいいよね、やっぱりね。ちょっと練習。はいはい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ふらっしゃいませ。ふらっしゃいませ。みらっしゃいませ。みらっしゃいませ。みらっしゃいませ。ふらっしゃいませ。はぶしとんべべ。はぶしとんべべ。てれててててん。てれてて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 ん。講師の水野だ。このネタ分かる方は、私とフィーリングが合うのでコメントしてください。ということで、今回は家族ウィーク6日目、とうとう6日まで来た。はい、ということで、家族ウィーク6日目、まあ、ウィークだから7日やると思いきや、これ入れてあと3話ぐらいあるから、まあね、ウィークは過ぎちゃうんだけど、まあ、感動系の、ね、動画詰め合わせっていうような感じなんですけど、まあ、本日話したいと思うのは、まずはこちら の写真を見てください。これは、まあね、あのタイで入院しててメイクもしてない裸眼のブッサイクな私の写真なんですけど、これはただ単に私がブッサイクだなパシャ撮っとこうって言って撮っておいてるわけじゃなくて、実はこの写真お母さんの携帯の写真ホルダーにもずっとお母さん保存してくれてるんです。一体なぜか。まあこれはタイで療養中の時に撮った写真なんですけど、まあ、自撮りでね撮った写真なんですけど、まあね、その入院しててめちゃめちゃ辛いわけですよ。まあ、何をするでもない、でも常に痛い、点滴の、ね、腕はどんどんムクムク腫れてズキズキ痛む、そのね四六時中そんな状態で、私ももう、もう最悪、やだやだっていうふうに思ってたわけですよ。でその日は日曜日でした。日曜日というと、そのおばあちゃんが、まあ、施設にね、施設で暮らしてるおばあちゃんが土日うちに遊びに来て、まあ、外泊っていうか、まあ、外出っていうか、まあ、外出でうちに来て、で買い物に行って、でまた施設に戻るっていうような日なんですよ、日曜日っていうのは。だけど私は日曜日ね、その日曜日に私はタイでね入院してたから、まあ、残念なことにね、その買い物の付き添い手伝ってあげられなかったんだけど、ちょっと今の眉の顔をこっちの携帯に送ってくんない、 LINE で送ってくんない、おばあちゃんに見せたいのっていうことで、おばあちゃんに見せるために自分でもめちゃめちゃ辛い中こうパカって撮って、でお母さんに送ったんだよ。そしたらお母さんから、綺麗な顔だね、おばあちゃんもそう言ってるっていうようなことを返してくれました。辛い辛い入院期間、めちゃめちゃ寂しい寂しい入院期間、その日はめちゃめちゃ温まりました。なんか近くに感じるような気がしました。おばあちゃんも案外この、まあ、またね家族ウィーク違うウィークでおばあちゃんの話もしたいと思うんだけど、おばあちゃんもね、なんなら私がカミングアウトしてないちっちゃな頃からなんか女の子みたいな感じで接してきてくれたっていうか、まあ可愛がってくれてたおばあちゃんなんだよね、まあ、どっちのおばあちゃんも、今年のね1月に亡くなっちゃいまして、はい、なんか
まだ近くにいてくれてるような気がしますね。はい、ということで今回のお話はどうでしたでしょうか。感動したよっていう方はぜひチャンネル登録、高評価をコメントお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok やってるのでぜひフォローの方よろしく。概要欄にサブチャンネルとゲームチャンネル貼ってあります。ぜひ見てみてねってことで、じゃあねー。